豚の香りがまた出てくるんですよ。ちょっと甘みがあるとね、ご飯が進むんですよ。どうも料理料理さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はなんとコラボ動画でございます。いつもコラボしてますけども、味の素とコラボでございます。はい、今回ね、金の味パンダちゃんをね送ってもらいましたんで、買えるらしいんですけども、見つけたら限定っぽいので買ってみてください。中身の味は変わんないらしいです。今回はこの金の味パンダを使ってですね、至高シリーズいきます。僕至高シリーズもね、結構味の素を、使わせていただいてるんですけども、味の素でなければできないですね、至高のネギ塩豚カルビ丼っていうのがありますんで、これがね、あーうまいんですよ。味の素のうまみをしっかり使ってですね、至高のネギ塩豚カルビ丼、私まだ一滴も飲んでないんですけども、ちょっと気合入れて作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料いきたいと思います。豚肉です。豚バラ肉ですね。カルビなので脂の、まあ、バラの部分ですね。豚バラです。これは 120g 使います。ソースとかでもできなくないんですけども、僕はバラがおすすめですね。脂がこうこってりとして美味しいんです。長ネギ、こってりとしてるから長ネギを使うんですね。2分の1本ですね。大体ね 60g ぐらい。青いとこでも白いとこでも大丈夫なんですけども、青いとこの方が結構青が入って綺麗に仕上がりやすいんで、青いとこを今回は使っていきたいと思います。白いとこでも大丈夫です。そしてニンニクですね、一かけ。調味料なんですけども、こちらの味の素ですね。はい、あとね、ネギ塩だれ味で作るんですね。なんでこのね、ごま油、このね、2つの相性が最強なんですよ。この味の素とごま油と塩さえあれば大抵のものはうまくなります。無限レシピってね、いろいろやってると思うんですけども、あれはもう大体味の素とお塩とごま油の味付けなんですね。大体どんなものでもね、癖なく食べれるっていうようなソースなので、今回はそれを応用していきます。じゃあなぜこれを使うのかっていうのをやりながら説明していきたいと思います。今回は味の素とのコラボなんですけども、味の素って、じゃあなんで味の素っていうと、やっぱね、味の素なんですね。うまみの素なんで、この味の素っていうんですよ。コラボレーションして、いくにあたってですね、やっぱり、味の素にちょっと負けないようにね、リュウジの素を今日、紹介させていただきたいと思います。いけるんですね。リュウジの素が完成しましたので、いただきたいと思います。いただきます。乾杯。こうしてこのチャンネルが作られるわけです。ということで早速作っていきたいと思います。まずニンニクです。まあ、ニンニクなんで入れるかっていうとね、やっぱりこのネギ塩豚カルビ丼なんで、ネギとね、ごま油とニンニクの相性ってすっごくいいんですよ。だから一かけ、今回ちょっとパンチを、加えたいので、こうやってね、包丁でやってもいいんですけども、今回は皆さん、大体ね、ジョッキ持ってると思いますんで、ジョッキでこうやって潰していくと、ほら、こんな感じでね、すぐ潰れるんですよ。芯がね、焦げやすいんで、ちょっと取ってくださいね。こうやってスライスすると、あら、こうやって粗みじんにね、すぐなっていくんですね。はい、これをね、ちょっとね、ざっくりと、みじん切りにしていきます。あんまりね、細かすぎなくても全然平気です。あとでね、火を入れると結構トロッとしてきますんで。そしたらこのね、どん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 ね、こうやって、みじん切りにしていきます。で、長ネギは真ん中あたりにね、砂が噛んでる時もありますんで、これよく洗ってください。今回はね、洗ってあります。青いところはネギ塩だれにすることによって甘みが、増されてすごく美味しくなりますんで、こういうところは残しといてくださいね。ネギ塩だれにできますね、これね、火を入れることによって、ネギの香りとごま油ね、そこにね、味の素の旨味が足されるとものすごい美味しいんですよ。全体的にちょっとね、少し細かくしていただいて、こんな感じですかね。はい、薄切りです。今回ね、食べやすい、ね、大きさに切っていきたいと思います。まあこんな感じで食べやすい大きさで、まあ、大体、はいはい、そうですね、4等分ぐらいにすれば大丈夫かな。塩コショウをちょっとしていきます。ちょっとね、広げましょう。で、お塩ね、少々、振っていきます。両面にやらなくていいですから、薄いお肉なんで、片面にパッパッとお塩振っていただければ大丈夫なんで、あとはコショウですね。はい、今回はちょっと肉に馴染みやすいように粉の胡椒を使ってます。この片面だけで全然大丈夫です。はい、片栗粉、これなんで片栗粉を、まぶすかっていうと、焼いた時に豚バラがカリッと、していくのと、豚バラってカリッとしてもね、中のね、水分がね、抜けやすいんですよ。なんで片栗粉をはたいておくと中の水分が抜けにくくなるんでね、全体的にまぶしていきます。で、こうちょっとひっくり返して、全体的にね、できるだけ全面にやっていくと非常にいいですね。こうまぶしつけます。
表面はパリッといって中はねすごくジューシーな豚バラになりますんで、肉から溶け出したこの片栗粉がネギ塩ダレのとろみになるんですね。とろみ漬けとお肉が保湿されるってことですね。こんな感じですね。はい、お願いします。はい、じゃあフライパン、用意してください。いつもね僕ちっちゃいフライパンでやってるんですけども、今回ねちょっと豚バラを広げて焼きたいので少し大きめなものを用意しました。ごま油を入れていきます。小さじ1半ですね。ニンニク、最初にニンニクを少し炒めて香りを出していきます。このニンニクごま油とネギと豚だから素材の香りを重視します。今回はニンニクは焦げやすいんでね、最初はねちょっと弱火の火でいいと思います。はい、この匂いを嗅ぎながらリュウジの素を飲んでいく。くー、もううまいもん。ニンニクが焦げないうちにパリパリっとなってきましたら、こうやってね、はい、こんな感じでね、火加減はねちょっともう弱めでいいのでね、ちょっと面倒なんですけども広げながら焼く、そうするとね肉がね縮こまって固まらないので、その方が美味しく、豚の柔らかさが楽しめます。こんな感じで広げ終わってちょっと中火にしました。でまずはね豚肉をね、ちゃんと焼く。ニンニクの色はねこれぐらい、ニンニクって焦げやすいんですけども、なんかちょっと焦げそうだなと思ったらお肉の上にニンニク乗せてください。カリカリまでいかない感じです。豚丼なので今回は、カリカリよりはお肉の柔らかさを楽しむ。豚の香りがまた出てくるんですよ。そしてこのニンニク、豚、ごま油、豚、この全ての匂いを吸収します。全体的に火が通ってきましたね、お肉に。そうしましたら、長ネギ全部入れます。うまそうですね。少し炒めるとおネギがね、しんなりしてくるんですよ。そうしましたら、ここにお酒大さじ3杯、これでね、香りをつけていきます。肉の臭みをこう、ちょっとこうなくすようなイメージですね。で、ここにお塩小さじ3分の1入れます。これが味付けです。そして次お砂糖、甘みが加わると非常にご飯との相性が良くなります。小さじ半分ぐらい入れます。はい、で混ぜます。はい、ちょっと甘みがあるとねご飯が進むんですよ。そしてここで今回の仕事でございます。アジの、はい、ネギ塩ダレのレシピだと大体皆さん鶏ガラスープが多いんですね。これ3分ね、2、3分。でこれを入れることによってですね、あの鶏ガラスープとかってあのすごく美味しいんですけども、鶏の香りがついちゃうんですよね。でもこれ豚丼ですから豚の香りを大事にしたい。なので今回は味の素なんですね。味の素は香りがしないんですね。だからこの素材の持ってる風味を邪魔しないんです。なので今回豚カルビの香りとか風味をね最大限に生かしたいからこの味の素を使うんですね。黒胡椒です。これね思ってる3倍入れてください。この黒胡椒非常に大事です。豚の臭みが消えてですね、あと黒胡椒がね非常にこのネギ塩ダレと相性がいい。でこれ火を止めてください。火を止めたら最後にレモン汁、絞ったもんでもいいですしポンクタイプのもんでもいいです。小さじ3分の2。火を止めないと酸味が飛んでしまいます。でこれをご飯に乗っけていきますんで、皆さんあったかいご飯を用意してください。はい、じゃあ炊きたてのご飯ね盛りました。豚を乗せていきます。うまそうだねこれね。ネギ塩ダレが絡まったこれですよ皆さん。あ、味の素だけでこのネギダレ丼できるんだっていう風に思います。フライパンの底にある、ごま油とこの良質な、豚とごま油、はい、これはね全部かけてください。赤をねちょっと添えたい。なんで紅生姜、これちょっとここに乗せてください。お肉の丼には紅生姜ですね皆さん。ここでダメ押しで黒胡椒ね、ちょっとカラッとね最後にかけます。はい、いいですね。ネギ塩豚カルビ完成でございます。はい、それではねできましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。じゃあいただきます。うまっ。肉がね、プリップリ、片栗粉の効果なんですよ。ごま油のとニンニクの香り、このネギ塩ダレ、味の素が入ってね、非常にうまみの強い最高のタレになってます。ちょっと紅生姜と一緒にいっていいですか。うまっ。頭だけで、山椒でございます。パラパラっと塩味、山椒、いただきます。
ちゃう。鶏肉とかでも美味しいし、牛とかでも全然美味しいです。じゃあなんでこうお肉だけでタレとかほとんど使わずに調味料だけでこんな美味しいのかっていうと、旨味をつけてるからですね。そして、味の素は余計な出汁の香りがしないので、この素材の風味がガツンと前面に出るんですね。これが味の素を使う理由なんですよ。僕が何度も少しリーズに味の素を入れてきてるんですけども、なぜかっていうと出汁の余計な香りがしないから。どれぐらい美味しいかというとね、本当に美味しいんですよ。あの酒飲みの方はね、ネギ増やしていただいてね、ネギまみれ豚バラとして食べていただくのもめちゃめちゃ美味しいと思うんで、味の素のこの底力体験してみてください。